簡単時短バズり飯です。バズり飯とは SNS 上で話題沸騰となっている料理のことです。今日のテーマはこちらです。はい、ドドン、なんちゃってひつまぶし。うなぎでしょ。うなぎです。串打ち3年さばき5年焼き一生なんて言いますけれども、あら、何かっこいいじゃないですか。でしょ、さっき本番前一生懸命調べました。分かりました。僕でもできるひつまぶしです。はい、材料こちらです。サンマ、缶詰、サンマのかば焼き缶詰とかば焼きのタレです。どうなるんでしょう、いきましょう。サンマのかば焼きじゃないの、それは。そうですよ ね、 ね、こうおひつで混ぜればもうひつまぶしなんです。いきます。チーンじゃなかった、何でしたっけ、炊飯ジャーで炊き上げたチーンって言ってるよこの人。お米、うちはメロディーが鳴るタイプです。あ、そうですか。あ、そうなんだ。お米です。はい、はい、これにサンマの缶詰、炊き上がってから入れるんですね。炊き上がってからです。はい、これ缶詰ね、最近は缶切りを使わなくても開けられるから嬉しいよ。おいし、そうですね。もういきます。はい、あ、全部、あ、汁もタレごと、お箸かなんかでやればいいんだ。ポロッといきましたね。そしてかば焼きのタレ、はあはあ、これを入れればもう、まあ、確かにこのタレでご飯いけるって人いますけどね。バンジー OK、はい、これをこの入れる量がね肝なんですよ。あ、なるほど。大さじ2杯と、はい、何合に対して、そうそう、2合です。2合か、 2.5、うん、もうちょいいっとく。あ、結構入れるんだ。よしとしましょう。2合に対して 2.5、 うーん、で混ぜます。はい、まさかこれでおしまいっていう話じゃないですよね。まさかじゃないですか。でも、ね、香りがでもね、いやでしょう。あ、まあ、うなぎのかば焼きの香りですね。食欲がそそるね。あのタレの香りです ね、 ですね、おなじみで。まあこの混ぜ具合でサンマの身をちょっとほぐしつつ食感も残しつつでいい具合じゃないですか。これサンマじゃなきゃダメなんですか。まあサンマでやってるっていう方が SNS 上で多かったみたいですね。サバよりもサバ。ほいでこれで終わりなわけないじゃないですか。はいはい、山椒は小粒でもピリリと辛い、山椒をかけます。あ、まあ確かにこれもかけますね、うなぎにね。よし、ほうほうほう、これで OK だと思うでしょ、はい、まさか。何何何ですかそれ。それだけちょっと本格的じゃない。ちょっと釜に移すんです。器がずるい。わざわざ移すんですか。そうですよ、これに器がずるい。確かにそうです ね、 ね、それっぽく見えるじゃないですか。一家に一個ぐらいあるでしょこの釜、ね、ないですないです、ね、ないですか。よいしょ、おう、よいしょ、よほほほほ。あ、どうしたんですか。いや、興奮してきました。完成です。完成だ。なんちゃってひつまぶし。そうでしょ。いや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 、味は違うでしょ。どうぞお召し上がりください。いや、入れ物だけ本格的。パカッオープン。うお、なんと素晴らしいひつまぶしだ。見た目はね、 ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。で、これなんか薬味がありますけど、ひつまぶしといったら何回かに分けて食べるじゃないですか。確かにそうですね。そのままいってみてください。1回目まず1膳目。分かりました。サンマ入ってますね。いただきます。さあ味どうだろう。サンマのかば焼きの味。右に同じくね、サンマですよこれ。うん、サンマだ。美味しいね。美味しいでしょ。うん、こっからです。秋の味覚。ひつまぶしの本領秋、これから2膳目、薬味を乗せてください。あ、まだ終わりじゃないですか。まだです。全部小ネギ、刻み海苔、わさび、三つ葉を今日は用意しました。お好みで皆さんどうぞ。どうやって取りましょうか。お箸もうお箸ですか。はいはいはい、見えますね。で三つ葉入れようかな。でいいんですか。でどうぞ書き込んでください。ちょっと待って。想像つく。うん、サンマにネギがかかっただけですね。サンマに三つ葉が乗っただけです。いや、それ多分皆さんの想像力がちょっと足りないのかな。ひつまぶしでしょ。うん、3膳目です。
まだ終わらないの？終わらない、だし茶漬け風にします。こちらお吸い物、あ、これ確かによくできてますよね。元を急須の中に入れまして、はあはあ、あらかじめ沸かしておいたお湯なるほどね、目分量でそれかけるのか今度は、これぐらいでしょう。かきかき混ぜ混ぜします。あ、いい香り。これ美味しいよね。蓋をかぶせます。普通に美味しいよね。お吸い物としてそうそう、はい、かけますよ。かけるんですか、はい、お願いします。スタートストップお願いします。絵が汚い確かにお願いします。香り、ごめんね、ありがとう。あ、うんうん、これは確かにちょっと近づいてきたね。これは美味しい。一気にクオリティ上がったでしょ、うん、あとちょうどサンマがなくなったってことも大きいんですあ、これ美味しい。 いや、ホップステップでジャンプしたでしょ。ジャンプだけでいいですねうん、うん、まあね、この積み重ねがひつまぶし大事ですからね、皆さんも、うんうん、ぜひご家庭でどうぞ。